にちは、柴田です。今回はバッカスの格安ギターをレビューです。こちらコロナ禍でねめちゃめちゃ売れたらしいんですけど、なんと中古でね2万円切ってるんですよ。ついに来ましたね、このローストのネックで2万円切りと。まあ、ローストのネックが流行ったのも、まあ、ちょい前な感じはするんですけれども、まあ、良さとしてはやっぱりねギュッと締まってる感じで、しっかりとね生音もね硬いところが、出てくれてる感じ。このローストっていうのは、まあ、要はですね木の水分を抜いてるんですけれども、かなりの確率でその作業をやってる間にね木が割れちゃうらしいんですよ。なのでその工程中にしっかりと残って製品になったこのローストのネックっていうのは、かなりのですね苦行を乗り越えてやってきたネックということで、やっぱしっかりしてるんですよね。でどこをねホストカットしてんのかなというとこなんですけども、やっぱねまず金物系、この辺は非常に安そうな感じですね。ペグもね、まあ、正直あんま良くないです。まあ、格安ギターあるあるな感じですね。で先ほど音鳴らしたんですけども、ピックアップはね全然いい感じでした。でボディのバランス感もいいし、バリとかも全然ないし、弾き心地的にはめちゃめちゃねスムーズに体に馴染む、入ってくる感じです。早速音を鳴らしてみましょうかね。ではフロントからいきます。でセンター、ミックス、カブトのミックスですね。もう強めな感じ。全然嫌味のない。いかがですか、これ2万円切ってるんですよ。とミックス、センター、なんか幻想的になるな。こうミックスからセンター、いいっすね。でリアのミックス、やっぱハムいいっすよね。でもシャープになりますね。これが2万円以下ですからね。まあ、前回グラスルーツもね中古で19,800円、これもね良かったんですよね。やっぱね安くてもいいものってあるんで、ブランドとかねこのねヘッドのロゴとか気にせずに
一度鳴らしてみるっていうのは絶対ありだと思います。まあ、難点といえばですね、やっぱね、この金物系ですね。この辺の金物変えたらね、一気に化けそうな、そんなバッカスのギターでした。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。